恋愛中の皆さん、楽しいですか？うん、楽しいですよね。けど今このご時世ですよね。なんだろう、自分がちょっと上から目線風になるんですけども、やっぱりデートする場所ないですよね。あんまり遠くとかにも行けないし、行く場所限られるし、やっぱ密になっちゃいますから大変ですもんね。ですので自分一つあることを言っておきたいんですよ。それはデートの場所についてです。なんかいいデートスポットであるのかよっていう話なんですけど、自分一つ心当たりがあるんですよ。どこかと言いますと、駅です。駅といっても都会のようなすごい人のごった返しているところではありません。田舎の駅です。それについて自分詳しく説明していきますね。皆さん、田舎の駅って誰も人いないですよね。電車に乗るとき以外は。ここ山梨県も電車が出るとき以外ってあんまり人いないんですよね、駅って。自分も YouTube とかで電車の動画見るんですけど、やっぱいないんですよね、人。だからこそそれを逆用すべきなんですよね。駅のホームって電車が出るとき以外すっからかんなんですよ。強いて言うならば駅員さんがいるだけですか。僕はそこだって思ったんですよ。田舎って電車って何時間かに1本っていう風なぐらいしか来ないんですよ。あったらそこでデートした方がいいんじゃないかって思ったんですよね。だって皆さん、田舎の駅って誰もいないってことは密にならないってことなんですよね。いかに密にならずして密になるか。あー、ちょっと冷たい風吹いちゃいましたね。でしたらやっぱ田舎の鉄道の駅の方に行ってデートした方がいいんじゃないかなって思ったんですよね。あと他にも誰も来ない鉄道駅もそうですけど、バス停もそうですよね。誰も来ないバス停で二人きりの時間を過ごすっていうのも一つなんじゃないかなって思います。田舎のバス停もそうなんですけど、田舎のバス停も人いないんですよね。あとバスだって遅れてくる可能性だって十分ありますし、ですからその時間やっぱりデート感覚でこういった二人きりの時間を過ごすことができるわけじゃないですか。だからこそ僕は動画の主題でも言ったんですけど、駅デートもしくはバス停デートなるものをおすすめします。以上です。